トガローマ帝国時代の服飾とは、紀元前753年から395年までのかつてのローマ帝国半都内にあたる地域での服装を指す。王政ローマ時代ではウールが最も中心的な衣服の材料であった。男女の服装に大きな違いはなく、共にトゥニカという簡素なチュニックの上にトガという一枚布を体に巻きつけ着つけるものであった。 あとに、トガは徐々に長大化、複雑化していき、女性はギリシア風の衣装を採用するようになった。ローマの服装の最大の特徴は、身分表識としての衣類の発展が著しいことで、ある。幸福であるトガの着付け方や色彩は厳しく、規定されており、日常生活ではもともとうち衣剣部屋着であった、トゥニカと様々な街灯が、主な衣服となった。 紀元前三世紀頃から、ダルマチア地方の民族服が広く、キリスト教徒を中心に着られ、キリスト教の国教化とともに、幸福となった。髪は、男子は短く刈り込み、女子は長く伸ばして、ギリシア夫人のように揺り上げていた。ギリシア人は、愛と美の女神を美しい金髪と想像していたが、ローマ人も波打つ金髪の女神のイメージを引き継いだ。ローマでは、 身分の上下を問わず婦人たちは髪の脱色に励み、ローマの美容師は髪の脱色も得意としていた。ゲルマン人の生まれながらの金髪を使ったカツラは大変人気があった。マルティアリスはガラという女性を風刺して全身が嘘だらけと評したが、お前の髪はラインの皮辺で伸びたものと歌っており、ローマ夫人のガラがゲルマン女性の髪で作った金髪のカツラをかつらを被っている。 ことがわかる。一方濃い赤色の髪も人気があり、変ななどを使って毛染めをした。靴はくつろいだ場面では、ギリシアと同様のサンダルだが、貝の兵士や農作業時には、ギリシア風の不可靴やペローというズック靴を履いた。清掃用の靴は、カルケウスといい、4本の組紐で足の甲を固定するもので、これは市民だけが履くことができた。 軍用長靴であるカンパグスは、軍隊と皇帝が強く結びついてからは、皇帝の履物ともなっていた。女性は、ソックルといって、かかとを止めないサンダル状の靴を履いた。装飾品は、現代使われている、ほぼすべての種類が制作されており、紀元前215年は女性に向けて、写真止令が出たほどであった。婚約指輪の風習が生まれたのも、 ローマだが、意志の硬さを表すためか鉄製であった。古代ローマの男性は、はじめ、長方形もしくは、半円形のウール布の体に巻きつけていた。これは、女性や子供も同じであったようで、トガの原型であった。トガは徐々に、ローマ市民の身分標識として複雑化して、トゥニカが、日常儀となった。庶民の男性は、清掃として、 桃竹のトゥニカの上から無地無染色の自然のままの、羊毛の色、すなわち濃いベージュ色の音が起きた。戸が起きつけるのは非常に煩わしかったので、紀元前一世紀頃から日常では、トゥニカを2枚重ね着したり、ギリシア風街灯を着るのが普通になっていた。トゥニカはギリシアのキトンから発展したもので、ウールでできた大盤の T シャツのような服で、 5分袖から7分袖程度の袖がつき、湿気竹か、労働時にはベルトで託し上げて、膝上丈できた。袖や裾が長いものは入弱だと言って嫌われた。トガが現在のスーツに当たるものと考えれば、トゥニカはシャツとジーンズのようなものであり、貧しい市民はトゥニカだけを衣類としていた。パルリウムというヒマティオンから発展した街灯が広く使われた。 他に、ガリア人から取り込んださ、グムやパルダメントムという肩で止めるマント、ラケルナという前で止めるマント、ペヌラというフードをつけられることもあった冬用のケープなども用いられた。染料として愛と、赤根は容易に手に入り、トゥニカは色付きのものが多かった。帝政の初め頃に、ゲルマン人の民族服に由来するブラカエというウールのズボンが伝えられた。 ゲルマン人にとっては、寒い気候や危険な湿地から体を守るために、必要な蝶ズボンだったが、ローマ人には、ヤヒな服装に見えたらしく、桃引きのように、半ズボンに仕立てて、防寒用としてこっそりと身につけていた。一般的には、ローマの男性は、スブリガークルムと呼ぶ短い腰巻きを下着としていた。聖書にも、キリスト卓形に臨んで、 イエスの継ぎ目のない下着を4人の兵士がくじ引きで分けたとあり、その普遍は聖意と呼ばれて信仰の対象となる。貧しい自由市民は2世紀の初め頃から流入したダルマティカという長袖の粗末なチュニックを身につけた。3世紀頃にはキリスト教徒のユニフォームのようになり、4世紀に至って第一霊僧として完全に都がを駆逐した。 街灯を止めるために使われたフィブラというピンブローチはギリシアの正度性の実用一辺灯のものと違ってエナメルが施されてファッション性が増した。また、剥げた頭を気にしてカツラを被ることもあった。やはりトゥニカの上から無線植無地のトガを着たのだが感触にあるもの、あるいは14歳から16歳の少年のものは赤い縁がついていた。最盛期のトガは 直径部分が6メートルは、あるウールか麻の半円形の布で、あまりに長大だったため切るときには必ず着付係の、奴隷が一人ついて解除していた。トガよりも、晩産専用のトゥニカの方が、刺繍などを施して豪華で、色彩豊かであった。貴族階級であっても、普段着は、無染色のウールが多かったが、庶民との区別のために5分を塗ったり火にさらしてより、 白く美しい色合いを目指した。後に、硫黄の煙にさらして、羊毛を漂白する技術が確立されたが、やはり漂白された白い羊毛は高価であった。靴は一般に、ローマ人が好んだと考えられている優美な、サンダルよりも、カルケウスという牛皮で作られたモカシンの一種がよく、使われたが、あくまで外出用であった。ローマ人は、今日の日本人と同じように、 玄関で外靴を脱ぎ、家の中では、スリッパ代わりの柔らかいコルクテーのサンダルに履き替えていた。ローマ人にとっての守護神は、軍神マルスであり、マルスを象徴する赤は、ローマ軍人の誇りであった。ローマ軍人の装備は、基本的に自前で賄うものであったが、軍神の加護を願って、赤根染めの万とまとうことが半ば、ローマ軍団の制服のようになっていた。 これらの輝かしい軍装はかつてジ女ジ種などから想像するしかなかったが、イギリスのノーサンバーランドのローマ兵の駐屯地の遺跡から80年頃のものとされる50点に及ぶ織物が発見された。これらはローマの貴族階級である将校たちの身につけていた衣服ですべて綾織りであり、中には4枚綾や,やダイヤモンド式といった。 凝った織物や高貴な身分の象徴である紫の糸が織り込まれたものも見つかっている。ウェルギリウスのアエネイスには、ローマの祖ヒデオアエネイスが、紫ジニアカンサスを刺繍した、見事なマントをまとっていると描写している。これは縦糸に金糸を織り込んだ合成極まるものだった。ローマのどれほど有望な戦士も、毎日の髭剃りと無駄毛の処理を欠かすことはなかったし、 この時代には、男性用の脱毛ワックスがすでに発明されている。スウェトニュースの、ローマ皇帝殿によると、英雄カエサルは、頻繁にムダ毛の脱毛を行っており、賢明なる、アウグストゥステはすね毛を薄くするために、クルミの殻で毎日足をこすっていたが、ローマ人にとって、これらは、めめしい行為ではなかった。女子の衣服の石像女子の衣服や髪型はほとんど、 ギリシアの写しであった。女性は家庭を守るのが美徳であり、既婚女性は、かかと丈のチュニックを、日常着としていたが、未婚の女性はやや短い丈のものも着ることがあった。下着として男性より薄くて小さな腰布と、ストロピウム、ストロフェウム、または、マミラーレトモという胸を寄せてあげるための胸体を身に、付け、ゾーナという胸下から下腹を覆う帯を巻き、 袖のない膝丈のチュニックの上からカスチュラというアンダースカートを履いて上着のチュニックを着た。庶民の女性も名門の女性もキトンそのままのチュニックが対象をストラと呼んで身につけていた。キトンとの違いはキトンが腰紐一本で着つけるのに対してストラは普通胸下にもタエニアという紐を巻いてバストを強調していることぐらいである。その上に該当として パルラというヒマティオンとほぼ同じ一枚布を身につけていた。これはベールのように頭に被ることもあり、宗教画における聖母、マリアの髪を覆うベールのようなものは実際はパルラである。女性靴は大抵白い華奢なサンダルであった。ストラはレンチのストラとも呼ばれて、貫通者や売春婦には着ることが許されず、戸が起きさせられた。娼婦たちは、 スケルトニカ一枚を着て宝石のついた小さな飾りリボンを膝の上に縛ってチラチラと見せつけることで客を興奮させた。彼女たちの髪は明るいオレンジか青色に染めることが強制されていたため薄暗い街角でも友女屋を見つけるのはたやすかった。貧しい自由市民の女性は2世紀の初め頃から流入した。 ダルマティカという長袖の粗末なチュニックを身につけた。女性のものは男性より丈が長くくるぶし丈であった。キリスト教徒の女性はつつましさを表すためにベールで髪を覆うことを好んだ。三世紀頃にはキリスト教徒のユニフォームのようになり、四世紀に至って第一霊僧として完全に戸賀を駆逐した。上流婦人は 庶民の女性の着る朝や羊毛ではなく、絹や綿の衣装を美しく染め上げて、多くの場合刺繍を施して身につけていた。絹は珍しいだけでなく、羊毛とは違って、エジプトから輸入した様々な染料に美しく染まり、繊維はキラキラと太陽に輝き美しく流れるような、膝を作る性質や、薄く滑らかに肌を包んで、 体の線を強調する性質など、その際立った特徴が、神話に語られる、ローマ人の崇める神々がまとう、輝く、色鮮やかな衣服を思い起こさせ心をわしづかみにした。実際のところ、絹への偏愛は、ローマにとっては強調であった。シルクロードを通る対象は、ローマの宿敵パルティアの領地を通るため、絹を手に入れるためのローマの富がパルティアに流れることに、 なった。ローマ夫人は、ギリシア夫人と違って、紬の仕事だけは、自ら言ったが、面倒な織物は奴隷に任せきりにしていた。これらの織物は、紀元前6世紀頃には、専門の織物職人に引き渡され加工を、施されていた。ポンペイの女郎屋の落書きには、女郎に入れ上げているスケスウスという、名の織物職人を当てこする、恋がたきの死とスケスウスによる、 反論の死が残されている。この落書きを見る限り、織物職人はなかなか羽振りのいい商売であったようで、ある。古代ローマ女性は、色白の肌を保つために気を使い、名門の家では200人近い女奴隷に化粧や、マッサージや髪結いを担当させていた。肌を白くするロバの乳で顔を洗い、安価なチョークの大白いではなく高価な鉛大白いを、使い、外出時には、 ベールの他に日傘も使った。髪を脱色するために、鳩の糞や、ブナの木の灰、かなり髪を傷めるが、明板や石灰を素で溶いたものを髪に塗ることもあった。ローマ女性はコテなどで髪を巻いて、ボリュームを出すことも好んでおり、ヘアスタイルはオビディウスをして、蜜蜂の数より多いと言わしめるほどだった。ただし、少なくとも既婚夫人は髪をきちんと湯上げることが、 求められていた。髪飾りとして花や宝石の他にギリシアのステファニというティアラのような飾りを好んだ。結婚式の衣装は下着のチュニックの腰にキンブルムという帯を二つ結び目を作って固く結び、サフラン色のチュニックとサンダルを身につけ、フランメウムというシンクのベールと花冠、ネックレスを身につけた。ありがとうございます。